北沢さん、信じられますか今日の試合、あのクライフが出場しています。そうなんですよね。まさか彼のプレーをこうして生で見れるとはね。はい、いや、テンション上がりますよね、これは。うん、現代のサッカーを形作った、まさにパイオニアですからね。うん、長いサッカーの歴史においても、こんなにすごい選手は思い浮かばないですからね。はい、今日も美しいサッカーで私たちを魅了してくれることでしょう。本当に楽しみです。そうですね。 この試合注目は何といってもロベルト・カルロスですよねそうですねロベカルと言ったらやっぱりあの長い助走からの弾丸フリーキックですよねそうですねあのフリーキックですよね壁に入る相手の選手は怖いでしょうねいや絶対怖いでしょうね痛いですよね、うん、時速140キロ超えるらしいですからね当たったら痛いなんてもんじゃないでしょうねええまさに悪魔の左足の持ち主です今日もフリーキックのチャンスがあったら狙ってほしいですよね注目です この試合パオロ・マルディーニのプレーを見るのが楽しみですねそうですね彼のプレーはなんていうか優雅ですよねはいどんな時でも冷静ですし戦術的な理解力や状況を読む力が素晴らしいですよねそうですねまさにエレガントという言葉が似合いますよねそうですね相手の動きを完璧に読み切るプレーは超一流だと思いますねはい今日も相手の攻撃をシャットアウトしてくれるんでしょうか注目です北澤さんディエゴ・アルマンド・マラドーナですよ この試合何といっても彼に注目ですよねいやディエゴですよマラドーナですよもはや説明不要の真のスーパースターですよね彼の世界一のドリブルが見られるかと思うとワクワクしますよねはい彼がボールを持つと本当にファールでもしなければ止められないんじゃないかなと思いますけどもね、えー、そうなんですよね世界女のサッカー選手の憧れの的なんじゃないかなと思いますよねそうですね今日は彼から目が離せませんこの試合あの偉大なるクラッキーがピッチに立っていますロナウジーニョですよね、はい 今日は彼がボールを持った時には目が離せないですよね,ね<え>変幻自在のドリブルと意外性抜群のパスそして卓越したゴールセンスで相手チームのサポーターも魅了してしまう、うん、まさに正真正銘のスーパースターですからねそうですねまさにピッチ上のカーニバルの演出家ですよねいやこれは楽しみですよね 北澤さん、この試合パトリック・ビィエラが先発ですよそうなんですよね世界屈指のボランチですよねはい。ディフェンス能力が高くて奪ってからのパスも非常に正確ですよねなるほど攻守においてオールラウンドなプレイヤーということですねはいそれを非常に高いレベルでこなしますからね、うん、彼の代わりになる選手はそういないと思いますねそうですねまさにチームの心臓と呼べる選手です 今日の試合はなんといってもデイビッド・ベッカムに注目ですよね。いやー、ベッカムですね。うん、もなんといっても、彼はあの右足のキックですよね。結構、独特のフォーム、蹴り方、入っていきますよね。そうなんですよね。インステップの速い振りから入って、インパクトの瞬間に足首をクいっと返して、インサイドで蹴るんですよね。ええ、それがあの速くてぐいっと曲がる軌道を生み出すんですよね。そうなんですね今日もあのキックからゴールが生まれるんでしょうか、注目です。 北沢さん、今日はルートフリット先発ですね。彼はあらゆるポジションをこなせる選手ですよね。そうなんですよね。究極のポリバレントプレイヤーですよね。はい。戦術理解力、適応能力がすごいですからね。はい、まさにオールラウンドプレイヤーです。今日も試合中に役割を変えるかもしれませんね。 この試合、なんといっても注目はイバン・サモラーノですよね、北沢さん。はい、間違いないですよね。うんあの滞空時間の長いヘディングは規格外ですよね。そうですね、その空中戦の強さで多くのゴールを奪った選手です。そうですね、チームにとって大きな武器ですからね、この試合でもクロスを上げて、彼に合わせていきたいところですよね。なるほど、彼のヘディングでのゴールが見られるのでしょうか、期待しましょう。 北沢さん、今日はスティーブン・ジェラードに注目ではないですかそうですね理想的なミッドフィールダーの一人ですよねはい強烈なミドルシュートをズドーンとネットに突き刺しますからねそうですねしかもチームが苦しい時に決めてくれるんですよね声だけではなくプレーでもチームを引っ張る素晴らしいリーダーですよねまさに大黒柱ニックネームがキャプテテン・ンファンタスティック。この試合も味方選手にとっては彼の存在心強いことでしょう